公益社団法人大日本農会は、明治14年に設立された、日本の農業団体。初代会頭の北白川宮義久新農殿下、明治14年4月5日、農業の経験や知識の交換を通じて、農事の改良発展を図ることを目的に、日本初の全国的な農業団体として、創設される。当時の明治新政府は、 欧米の農業技術を積極的に輸入したが、それに対して日本の伝統農業を重要とする農家は積極的に集会を開き、こうした中からイギリスの王室農会を模範として組織が生まれた。初代会頭には北白川の宮吉久新農を迎え、以来現在に至るまで会頭には皇族を迎えている。大正5年6月8日、農商務大臣、 文部大臣、内務大臣連署による認可を受けて、社団法人となる。平成23年4月、創立130年を迎え、同年7月1日に内閣府より公益社団法人の認定を受けた。横井時吉大学令による、東京農業大学が設立されるまで、その前身にあたる東京農学校、東京高等農学校、 専門学校例による東京農業大学を経営し、横井時義が責任者として運営に携わった。北白川宮義久新王、陸軍中将小松宮、秋人新王、陸軍大将、伏見宮定成新王、陸軍大将、内大臣府、梨本宮森正王、陸軍大将、高松の宮信人新王。 海軍大佐京急義人新郎12月から1988年10月までは、三笠宮議人新郎、秋篠宮文人新郎、ありがとうございます。